ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さん、明けましておめでとうございます。高橋由紀と篠原雅史です。今年もよろしくお願いいたします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで、さて年明けの今日はですね、はい、はい、新春ギターはおしゃべり川柳大会。はい、ということで今年もこの時期になりまして、ね、今回も川柳を募集いたしました。ご応募ありがとうございます。今回ご応募いただいた中からいくつかご紹介をさせていただきます。はい、はい、そして、はい、ね、作品のね、今年はネズミ年ということでね、はい、はい、ちょっとあれかなっていうのが一つ、ね、はい、それで、これはなかなか面白いですねというのが二つ、うん、これは素晴らしいというのは三つを差し上げて、はい、はい、ちなみに私が今年も書かせていただきました、はい、ネズミの鏡餅です。はい、ということで、うん、でこの三つ餅、はい、この中からね、はい、ついた川柳の中から最優秀を一つ選ばせていただくということで、はい、でね、はい、おしゃべりの手ぬぐいをプレゼントしたいと思います。はい、はい、それでは早速ご紹介していきたいと思います。参りましょう。はい、それでもズレタさんの作品です。本番でうっかり出ちゃった、はい、せーの。本番でうっかり出ちゃった、はい、せーの。はい、これはね、はい、皆さんきっと経験のある方がいると思います。なかなかね、弾き始めるのに勇気がいるんですね、はい、だからね、ほらね、座る時にどっこいしょとか言ったりなんかするせーのって言うとね、スッと入れる。これは気持ちわかりますけど、言っちゃダメですね。なかなか大変にね、いい出来だと思います。はい、餅3ついただきました。この素晴らしい幸先がいい感じがしますね。はい、はい、それでは続いての作品を紹介します。はい、すべ太郎さんの作品です。止まらないギャグとギターの滑る癖、止まらないギャグとギターの滑る癖。はい、このすべ太郎さんっていうのもすべ太郎さんなんですねきっとね。そうですね、ギャグは滑ってもね、いいんですけどね、はい、ギターは滑らないようにしていただきたいと思いますね。はい、はい、特にね、冬のね、凍った道、はい、滑って転ばないようにですね、していただきたい。そうですね、はい、はい、餅2つを差し上げたいと思います。はい、餅2ついただきました。それでは続いての作品です。はい、よぎりの私さんの作品です。コンサートバミリオ今夜もありがとう、コンサートバミリオ今夜もありがとう。はい、はい、これはなかなかね、深い句ですね。これはおそらく弾いてる人じゃなくてスタッフのお手伝いをしている人たちがですね、はい、バミリというのはですね、椅子をどこに置くとか譜面台をどこに置くっていうのを、実はこう床のところにね、ちょっと印をつけておくのをバミリというんですね、はい、これはリハーサルの時にやってね、このバミリがあるとすごくスムーズにいくというので、ね、はい、ちょっとかけてね、うん、何の歌にかけたか皆さんご存知だと思いますけれどもこれはスタッフさんのご苦労に感謝して3つ差し上げたいと思います。餅、はい、3ついただきました。はい、それでは続いてまいります。四十肩さんの作品です。師匠曰く聞いてもらうと腕上がる、師匠曰く聞いてもらうと腕上がる。はい、はい、これはまた、うん、これはね、僕の立場からね、はい、必ず言うんです、うん、ね、発表会とかね、必ず出ましょうね、はい、そうするとね、やっぱりね、腕が上がるんですね。四十肩さんはきっとこっちの腕が上がらないというあれなかもしれませんけど、ね、うん、ぜひね、皆さん、これは師匠の言葉がね、はい、重いので、お餅3つ差し上げたいと思います。餅3ついただきました、はい、ちなみにですね、こちらには実は変句が来てまして、はい、ちょっとご紹介いたします、はい、五十肩さんの作品です。弟子曰く
人がいないとよく弾ける。弟子曰く、人がいないとよく弾ける。はい、はい、これはうまい。それはね、そうなんですよね。それはそうなんですね。だからこそね、やっぱり音楽はね、はい、聞いてもらって音楽ですからね。そうですね。人がいないところで弾いてるの音楽にならないんですね。ですから皆さん、師匠の言うことをよく聞きましょう。五十肩さん、はい、はい、餅2つです。餅2ついただきました。それでは続いてまいります。はい、名前はまだない猫さんからの作品です。我が腹はかつてはギターだくびれてた。我が腹はかつてはギターだくびれてた。はい、はい、耳が痛いですね。切ない感じがいたします。そうですね、はい、ぜひまたね、頑張ってくびれてこのね、はい、ねずちゃんのようにこうくびれ、ここが首にくびれてますけどね。首ですね、そこは。ぜひね、くびれるようにギターでなくてちゃんと運動をしてね、くびれていただきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、餅一ついただきました。はい、はい、それでは続いてまいります。はい、金目だるさんからの作品です。練習をサボった今日は五輪の日。うん、練習をサボった今日は五輪の日。はい、はい、今年ならではといった気がしますね。金メダルさん、はい、金メダルを取ろうというね、はい、いいですね。まあね、五輪で皆さん応援するのに、まあ練習いいですかね、その日ぐらいはね。はい、許しが出ますか。ぜひそのみんなね、オリンピック盛り上げていただきたいと思います。はい、餅3つを、はい、餅3ついただきました。それではあと2つでございます、はい、続きましてオペラ五郎さんからの作品です。歓声を指から紡ぎ波動する。歓声を指から紡ぎ波動する。はい、これはなかなかちょっと深い。そうですね、その波動っていうのはその波がね、こう動いていくということで、はい、僕たちはよく6本の糸、弦ね、6本の糸で音楽を紡ぐということを言いますので、はいはい、このオペラ五郎さんはこうね、音楽を紡ぐということをよく知ってる人だと思いますね。そこからまた歓声が湧くっていう、ね、でこう紡いだ音楽から歓声が上がって、こう向こうとね、お客様とこっちが一緒に波動していくという、これはなかなか笑えないけど、とても素敵な、うん、素敵なね、句だと思います。餅3つ差し上げたいと思います。餅3ついただきました。はい、それでは次が最後の作品です。はい、同じ方からいただきました、うん、オペラ五郎さんからの作品です。東京で弦を変えては7度目だ。東京で弦を変えては7度目だ。はい、はい、このオペラ五郎さんね、ちらっとね、はい、ちょっと情報をね聞いたんですよ、はい、そしたらね、年に1回弦を変えるんだそうですね。あ、そうなんですか。うん、だからね、7度目だから東京に出てきて7年目だということらしいですね。はい、だから、うん、なるほど、これは面白いと思いますが、はい、ぜひですね、弦はですね、もっと頻繁に変えていただきたいと思いますので、厳しいですね、これは餅一つです。はい、餅一ついただきました。はい、はい、ということで、すべての川柳をご紹介いたしました。はい、ではここで1曲お届けしまして、はい、曲の後に最優秀賞を発表させていただきたいと思います。はい、お楽しみに。はい、それでは曲のご紹介をします。はい、菅野雄吾作曲、幸福の効果、どうぞ。Thank you.
野優吾作曲幸福の効果でした、はいはい、タイトルもねあんまり皆さん馴染みがないと思いますが、これは昨年ね、はい、福山雅治さんが主演したね、はい、映画マチネの終わりにという、これなんで僕たちがすごくね騒ぐかというとね、実はその主人公がですねクラシックギタリストなんですね、はい、クラシックギタリストが主人公になる映画ってなかなかないですからね、もう全編ギターの音が流れていて、ね、はい、でこの曲がテーマでとても素敵な曲、素敵な曲ですね、はいはい、そんな曲でした、はい、はい、さあそれでは新春ギターおしゃべり川柳大会最優秀賞の発表です。はい、餅3ついただいた中から1つ選ばせていただきました。はい、はい、それでは発表いたします。今回の最優秀賞はそれでもズレタさんの作品です。おめでとうございます。はい、はい、作品をもう一回ご紹介したいと思います。はい、本番でうっかり出ちゃったはい、せーの。本番でうっかり出ちゃった。はい、せーの。はい、最初の作品ですね。そうでしたね。はい、やっぱりね、多分うなずいてる人が多いんじゃないかなと思うのがね、うんうん、一番これを選ばせてもらった理由ですね。他もね、はい、とてもなんか楽しくて面白いね、うんうん、そうですね、はい、ありましたのでね、ちょっと選ぶのに苦労しました。はい、最優秀賞を取ったそれでもズレタさんには、はい、このね、こちらのギターおしゃべりの、ね、この染めをねやってくれた、はい、稲垣さんが作ってくれた手ぬぐいです。これを差し上げたいと思います。はい、おめでとうございます。はい、ということで今年も楽しくギターおしゃべりをお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。それでは今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください。ホームページもぜひ訪ねてください。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。